さて昭和2年の今日、東京に地下鉄が開業していますね。まずは上野と浅草の間。なるほどな、上野と浅草か。穴は上野か浅草かって言うからな。この地下鉄を作るのに努力した人がこの早川篤二さん。イギリスのロンドンで地下鉄を見て、よし日本にもこれを作ろうと大正14年に着工。掘って掘ってまた掘って、上野浅草間2キロ穴を掘り続けて、ようやくこの地下鉄は出来上がりました。さて開業、万事新しずくめで、ターンスタイルの改札口、お金を入れれば入場できる。ドアは日本初めてのオートドア。電車にはオートマチックトレインストップってのがついていて、運転手が赤信号を見落としても自動的に停車するという、全てが5人は。お客さんの方も地下を走る電車って一体どんな問題ってんでワンサッと来ました。今や東京中穴だらけ。交通ラッシュの地上を避けて、地下鉄はぐんぐん伸びて行こうとしています。